神戸山口組直系宅組組事務所の使用差し止め大阪地裁が決定。大阪南の繁華街にある神戸山口組の直系組織宅組組の事務所について大阪地裁が使用を禁止する仮処分を決定したことが分かりました。2月27日までに仮処分で使用が差し止められたのは大阪市中央区千日前にある特定抗争指定暴力団神戸山口組の20団体宅組組の事務所です。去年1月山口組とともに神戸山口組が特定抗争指定暴力団に指定されたことにより宅組組のある大阪市内は警戒区域に指定され、すでに組事務所の使用は禁止されています。しかしその後も各地で抗争事件が相次いだことから、地域住民ら48人から委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが、宅組組の事務所の使用を禁じるよう、仮処分を申し立てていました。センター側の代理人弁護士によりますと、警戒区域にある事務所の使用を裁判所が差し止めるのは全国初だということです。今回の決定で宅組組は、大阪市が警戒区域の指定から解除された後も、組事務所の使用を禁じられます。